大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。じゃあ、今日は3の造形書力の源泉の中の、続き、お願いします。はい。はい。生命のないものの中で起こるあらゆる現象は、素材の本性から放射される力、相対的な中心点から周辺へ向かって放射される力によって支配されていることを示している。生命現象は、素材が外から内に向かって作用する力、相対的な中心点に向かって作用する力によって支配されていることを示している。素材が生命の中へ移行する際には、素材は外に向かって放射する力から逃れて、内に差し込んでくる力に従わねばならない。さて、地球のどんな素材とプロセスも、外へ向かって放射する力を地球から得ており、また地球と結びついている。素材が、化学がみなしている素材であるのは、地球体の一つの構成要素としてだけである。素材が生命になると、素材は単なる地球の一部であることをやめなければならない。素材は地球の共同体から抜け出す。素材は地球外の宇宙から地球に向かって、あらゆる方向から差し込んでくる力の中に取り込まれる。ある素材が生命として発展するのを見るならば、地球の中心からそれらに働きかける力から逃れ、中心点ではなく周辺を有する別の領域の中へ入ると考える必要がある。この力はあらゆる方向から地球の中心を目指すように働きかける。この力の領域に地球外の天体の作用が干渉し、解体を修正しなければ、この力は地球領域の物質的なものを完全に形なきものに解体し、粉砕するに違いない。この問題は植物において観察できる。植物においては、地球の物質は地球作用の領域から取り出される。この物質は形のないものへと向かってゆく。この形のないものへの移行は、太陽の作用や宇宙空間からの類似の作用によって修正される。続けていいですか？はい、あ、ごめんなさい。はい、どうぞ。はい。この引用された場所で、エーテル処力を修正する天体、すなわち太陽、星、星々に気づかされます。宇宙処力としてのエーテルの総体は、形態を溶解させ、形成しない処力です。それらは造形処力ではありません。星々の処力が、エーテルと共に共同作用し、エーテルの作用を修正することを通して、造形力は登場します。エーテル的造形処力は、従って周辺処力ではありますが、普遍的ではなく、全周辺からではなく、周辺の特定の場所から、太陽や惑星、あるいは、他の星々からやってきます。それは場所を定められた周辺からの所力です。星々は天に恒久的に位置しているか、あるいは動いていますが、星々は恒久的にエーテル処力を修正し、どんなエーテルもエーテル空間の中に裸で現れるのではなく、常に一つの造形力の中に包み込まれています。
星々の作用がエレメントの中にも見出されるかどうかという問いに向かうことができる前に、エレメントの由来について、あ、ちょっとそこまでにしますか？はい。あ、ここまでにしておき、おいてもいいですか？はい。はい。ここで、前回からの、まあ、前回ちょっと、話し合った部分に追加して、この今の、エレメントの由来の前のところまで、で、一つのまとまりになるかなと思っているんですけれども、うん、この最後の解説の部分が私はちょっとすごくわーと思ったんですけれども、うん、ここのとこで何かありますか？皆さん。うん、いや、このエーテルってのが、うん。うん。造形書力ではありませんってはっきりとこう言っている。これは、なんて言うんだろう。結構、エーテルっていうものをこう、いろんなものとごちゃごちゃに捉えがちだなっていうのを改めて考えさせてくれるというか、思い出させてくれる。勉強になる場所だと思います。本当本当。だって、了解させ形成しない書力ですっていう。ね、今までほら、一部で、前半の、この本の前半の部分でエーテルのことをずっとこう、いろんな角度から話してきたけれども、ここに来て、やっとそのエーテルが現実界の中で、植物界だったり、まあ、動物もそうなんですけど、どういうふうにこう、ありようを持っているのかっていうことをすごく明確にこう、書いてあるなって思っていて、うん、エーテルは本当にエーテルというこう、なんだろう、素材ではないんですけど、素材じゃないんだけど、まあ、働き、形も何もない働きとして存在していて、それが、形の中で、造形力の中で包み込まれているんだっていうのがすごく腑に落ちたんですよね、私は。だから、この前のページの、まあ、素材は地球外とか宇宙から地球に向かってくるという、その力によって、生命として発展するのを見るっていうのは、その形を作るのは、ここにも言ってるように、星、太陽だったり惑星だったり星々からやってる。うん、これって、まあ、ずっと、ですね、別なまた本があって、植物の形成力という別の冊子があったりするんですけども、うん、あとは、シュタイナーの勉強していると、そのゲーテの自然観察とかで、その植物が一枚一枚の葉っぱがどういうふうにこう育っていくかをこう、一枚の紙の上にこう並べて、その変容力、何だっけ。その変化、葉っぱの成長の形が変化している様を、観察するっていうこともある、やったりもするんですが、それが、その形を作ってるのは、星の力から来る形成力なんですよね。って簡単に言ってます。だから、バラが5つの葉っぱ、花びらをつけていたりとか、その葉っぱの形が、形だったり、そのフォームが、三つだったり、五つだったりっていうのは、惑星が、例えば水星がこう、地球から見て、こう、五つの、なんだろう、なんていうのかな、説明がうまくいけない。
輪を作りながら、リングを作りながら、こう、動いてってたりっていう、それが、その形として植物に、与えられるフォーム、形成力。金星的であるかとか、水星的であるかっていうことですよね。そう、そういうことですね。だから水星の動きっていうのは、地球から見てみると、種まきカレンダー、今手元にあります。はい、はい、うん。六方星の片っぽみたいな感じですよね、水星はね。六方星の上半分、下半分みたいな動きしますよね。その動きに応じて、その植物が何の対応をして、何の惑星に、影響を得てるかっていうのが見て取れる。うんうん、種まきカレンダーを持ってたら、今年の、はい、惑星の動きが書いてあるページがあると思うんです。ごめんなさい、私今、手元にすぐ出てこない。動き、後ろの方かな。いや、真ん中あたりかな。で、運行図、29ページだ。そうだと思います。ちょっと見せてもらっていいですか。はい、ちょっと待ってください。これだ。そう、それそれそれ。うんそれを見ると、うん、惑星ごとに、ループになってる動きがあるじゃないですか。はいうん、それ、その形が、私たちが地球から見たら、その金星だったら水星を観察してたら、うん、そういうラインが見て取れるらしいですよね。うん、ずっと観察しておけば。毎日同じ時間に同じ角度で同じ方向を向いて、点を取っていけば、そういうふうに地球にはそのエネルギーがここをか関わっている。これが太陽が中心だったら全然違うんですけど、バイダナミックというのは、地球にどう影響を、惑星が、星たちが影響してるかっていうのを見てるから、そういう見方で見ると、そのラインが見て取れると。つまり、その、動きという、そのフォームが、私たちに形成力として働いているんだって考えられると思うんですよね。考えられるし、実際野菜とか花とか、まあ、植物を見たらそれが見て取れるという。で、その形成力、形を作っている星々の星のアイダナミックって、天体の動きとともに作業する農業ですよとか、調剤は星の、宇宙の力を入れる農業ですよとか、まあ、いろんな簡単な言い方をしている、うん、それってこのことなんですよね。うん、で、うん、その形があるところの内側って言ったら狭く感じるかもしれないけど、そうじゃなくて、エーテルはもう四方八方に動いてしまうものなんだけど、それを優しくというか包み込んでくれてるのがその形成力のフォームなんだっていうことをここで言ってるんですよ。すごくないですか？そうなんだね。これね、今読んでて今気がついたんですけど、このエーテルの調和は崩壊というか、なんて書いてあったっけ？妖怪。はいはい。形態を妖怪させるって書いてある。そうですね。形態を妖怪して形成しない処力。うんうん、これ相は、ごめんなさい、相対ですね。相対はそうなんだけれども、うん、星々の処力とエーテルが共作用すると、うんうん、修正する。組み込まれて、そうですね。うんで、そこに造形力が登場するっていうのがすごく面白いな。うん、ねえ。これって言語造形とも関係してるなと思って、その、造形。だから、詩音とかで私たちはその言葉のエーテル体じゃないけれども、そのエネルギーを形作ってるわけですよね。言葉っていうのは。詩音と母音もあるけれども。うん特に死因のそうです、ね、言葉のなんだ、うん、そうでもっと言うんだったらその喉のところでその形が作られる原型があるっていう原型じゃないのなんて言ったらいいのかなそうですね、うん、声帯のところで
そういう、まあ、原型というか、あって、で、子音は造形力。うん、母音は感情ですもんね。だから、で、子音に関しては天体のあっちですもんね、あの。はい、そうです。うん。だから、あの、3人で、このなんか、わかんないけどわかってるかな。私は分かってないです。うん、まあ、簡単に言うと、その言葉で言えば、子音は形作る、うん、まあ、エネルギーという感じかな。はい、母音はな中側からの、まあ、色合いというかな、厚みじゃないな、色合いと言ったらいいんだけど、まあ、とにかく子音という言葉は形作る、うん、で、そのボイス、声、サウンドを形作るもの。うん。うん、まあ、それはちょっと、ね、そうですね、こんな感じで置いといて、うん、エーテルに関しては、植物としての、うん、まあ、植物だけじゃなくてもいいんですけれども、うん。うん、あの、白菜下から見ると、やっぱり水星ですよね。本当ですよね。あれ、綺麗ですよね。うん、バラのようにね。そうなの、そうなの。うん、あの、油中じゃないですか、あれもね。白菜。そうですね。うん。うん、うん、うん。そうですね。綺麗ですよね、あの形、いろいろ。まあ、小さくて丸まっちゃったり、広がってる姿もそうだし。うん、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 うん。リンゴとかバラはやっぱり金星の動きが見られる、うんうん、種のね、金星はお星様の形？え、どういう？そうですね。うん、お星。あの、リンゴを横に切った時に、あの、はい、種がお星様みたいにしてあるよね。うん、ああ、でもそうです。本当そうです。だし、その、バラ科の葉っぱの出方が金星の動きなんだよね。うん。金星はどれだ？エーテル所属を。だから、天体は修正してるんですよ、エーテルをね。すなわち、太陽の星々に気づかされる。うん、エーテルを特に、やっぱり、うん、なんだろう、働いてくれてるんですよね、所属として。うん、エーテル総体は、もう溢れ出るように、こう、エーテル界っていうのがあるぐらいなんだから、その、溢れてる、うん、そういうエーテルで溢れてる回があって、世界の回ですね。うん。うん、それが、携帯を、そういう、こう、なんだろう。溢れてるところから、溶解させて、携帯を溶解させて、形成しない所力です。まあ、まあ、なんというのか、まあ、そこら辺にある所力になってるって言ったらいいのかな。うん、で、それは、うん、あるだけで造形の力ではないと。うん、それを、エーテルとともに共同作用し、だから強制的に形作って、星がね、うん、エーテルにこうなりなさいって言ってるわけじゃなくて、うん、エーテルとともに共同作用して、エーテルを、まあ、優しく包んであげてるっていう、うん、心に感じられるのが、その下の方の包み込まれてっていうの。うんうん、私は感じてるから、それをこう、うん、にちょっとつけて説明しちゃうんですけども、エーテルの作用を修正することを通して、造形力は登場します。これで共同作用によって造形力という、エーテルとの星との、あの関わりによって作られる、その白菜が綺麗だと思う、そういうラインがあるわけじゃないですか、線、ライン。うんうんうん、それは共同に作ってるから、あれだけの美しさが、この世に現れる、うん。私たちなんか感動するじゃないですか、うん、野菜見て宝石みたいに輝いてるように見えるじゃないですか。うん、それって、強制的に星々の力がゴーンって来てるんだったらそうはならないかもしれないけど、エーテルとともに、エーテルが
共にやってるってことは、その形に命があるわけですよ。うんうんうん、定規でジャーンってまっすぐ引いたラインも切れちゃったら綺麗なのかもしれないけど、エネルギーのある生きたラインになっている、そのラインは、新鮮美の、その、聖なる、聖なる、なんだろう。うん、ああ、なんつったら、もう言葉が立つと、まあ、いけないな。聖なるラインなんですよ。聖なるライン。美しさで感動するっていうのは、本当にそれは宇宙の真理だから感動してる、だと思うんですよね。芸術もそうだと思うんだけど。うん、宇宙の真理が私たちに響かせてくれる、響くから、それを感動して私たちは見る。うん、うん。そこに命を感じますよね。命の力というか、そうですね、あの葉っぱにしてもこう膨らむとかね、あの丸みをこう帯びてこう、うん、生命力をこう、うん、わーっとこう出てくるような形見ると本当にすごいなって、うん、ね、うん、もう 見とれちゃいますよね。そのラインだけで、うん、ラインの力に私たち、要するにあの造形力に私たちは感動しているんだと思うんですけども、うん、それはなぜかっていうのがここにかかって共同作用なんですね。星とエーテルの共同作用。ごめんなさい、あの幾何学的美しさってことですよね。だから数学的美しさっていうか、そうですね、それ、うん、あのなんて言うんでしょう、幾何学的といえばそうなんですけど、うん、そこに命の伴った幾何学的、うんでしたね。だから線を、まあ、引くだけでも綺麗ではあるんですし、実際その美しさを紙状の表現に、うん、本来のその何だか、ちゃんと模写すればそうはなる、幾何学ってそうはなっていくと思ってるんですけど、うんうん、それが自然界の中でそうだな、もう本当に生き生きとしたラインとして表現され、今日ビーツを収穫したんだけど、あの夏の間はもう暑すぎてちょっとなんか元気なかったのが、今ねちょっとこの冬になってから色もすごい買ったんだけど、ビーツの葉っぱがこうモコ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 みたいな、で今日それ見てすごいなって、あのねビーツもちょっとこう形は大きかったり色の形だったんだけども、でもその膨らみだとか葉っぱのその元気よさというかな、うん、なんかその色もすごい濃くなっててね、でぶわーっと膨らんだようなのが、全部整ってるわけじゃないんだけども、そう、なんかその力というかな、もうなんか、ね、そうそう、パワーを感じて、パワーいいすごいもの、で、丸みを帯びてるっていうか、葉っぱ自体がすごく丸みを帯びて、こう中側からこうなんか溢れてきてるような力みたいなのが感じられて、うん、なんかすごいなって、やっぱりこういう力がやっぱり命を伴った、うん。うん、姿というか、うん、そう、本当に野菜それぞれ一つ一つ個性があって、全然育ち方も形も違うんだけども、それぞれがそれぞれを発揮しているっていうのがバイオダイナミック農場の特色なんじゃないかなって思うんですよね。これやっぱり普通の種もそうかもしれないけど、そこまでの形成力ってあんまり私もそんなにすごいいろいろ知ってるわけじゃないけど、まあ、特に自分の農場で育つ野菜の形成力のすごさには感動するので、これが働いてるんだなって、星の力、宇宙の力を大地に、まあ、戻すというか、そういうことをやってる、それの形成力が今まで私はなんとなくすごいなって感動してたけど、これを読んですごくなんか納得しますね。さっき、戸谷さんが言ってた部分のとこ何でしたっけ、何でしたっけ、ごめんなさい。いや、戸谷さんが納得してたらいいんですけど、大丈夫かな。そうですね。はい、とりあえず、はい、ありがとうございます。思い出したらまた見させてください。はい。
それで周辺の特定の場所から来るっていうこと、だから、うん、だからその水星だったら水星とか、土星だったら土星とか、そういうやっぱりその植物に合わせた惑星との関連性で、うん、っていうことをここで言ってるんじゃないのかなって思ったんですよね。うんうん、むやむにその星々って言ってもそうじゃなくて、ちゃんとしたこう、ちゃんとしたじゃないな、なんて言ったら、うんうん、やっぱりその受け止める、大地の中で受け止める、大地の中でっていうか、地球で受け止めるそのものに応じて、バラだったらバラ、なんだ、白菜だったら白菜に応じた惑星がやっぱりつながっている。その力を受け止める。あれから、あれ、太陽からも月からも、惑金星からもではなくて、それぞれ個別の、まあ、あの、惑星、星との対応があるっていうこと。この続きの部分の、星々は天に恒久的に位置しているかって、これは12級の話ですよね。で、あるいは動いていますがっていうのは、あれですよね、小惑星の話ですよね。そうですね。うん。だけど、まあ、どちらにせよ、恒久的に、すべての星っていうのは、恒久的にエーテル主力を修正していると。うん。ちなみに、星の世界はアストラルの世界なんですよね。うん。で、植物もエーテルと物質体しかないとは言われているんですけども、周辺にはアストラルの力が輝いているわけですよね。はいはいはい。はいまあまあ、ここ問題にしてるのは、エーテルの空間の中に、エーテルが裸で現れるのではなく、一つの造形力。一つの造形力、やっぱりその、金星だったら金星とか、ある特定のその、つながりのある、星の造形力の中に包まれています。で、星の作用のエレメントの中に見出されるかどうかという問いに向かうことができる前に、エレメントの由来という、ごめんなさいね。で、ここで止めさせてもらってたんですけども、うん、この先が、エレメント。まだ時間。あと8分、6分ぐらいか。6分ぐらいです。読みます？それとも、ざーっと見ていきます？読んで終わりぐらいになりますかね。うん、読めるとこまで読んじゃいますか、うん、いいですね。はい、で、切れたらさようならという。うん、でまた、その続きの話はまた来週続けてから、うん。そうですね。はい。はまた別に話してもらって。うん、私読みましょうか。はい、お願いします。はい、お願いします。エレメントの由来についての考察を割り込ませなければなりません。エレメントは力ではありません。空間には2種類、陽、正の物質空間と陰、負のエーテル空間が存在します。それは初力の空間です。それぞれ3次元が存在します。正の3次元と負の3次元で、エレメントは4つ存在します。非エレメントは次元がなく、空気エレメントは1次元、水エレメントは2次元、地エレメントは3次元です。これって土星期、太陽期、月期、太陽期とか、それに応じて、まあ、次元が増えますね、うん。そのことを通して、これらの最後の3つのエレメントは主力の次元の中に、なんだっけ、なんていうんだっけ、はめ込まれる。はめ込まれる。はい。でますが、主力はエレメントの創始者ではありません。だから、エレメントは4つある。
で、あとは陰と陽といいますか、生と負のエーテル空間があるということがここで話されてますね。で、それではエレメントはどこから生じたのでしょうか。すでに記述されたようにアリストテレスがエレメントについてアレキサンダーにどのように教えたかを思い出してみましょう。彼はアレキサンダーに天の諸力を、諸方向を指し示しました。天の諸方向とは何でしょう。それは地平線と関係する事実状況です。ここから地平線の話が出てきますよね。うん、地平線は境界づけているものを意味します。地平線とは何でしょうか。それは重さを測ることも大きさを測ることもできませんが、それでもやはり感覚の意味深い働きをする一つの事実です。それは上と下を、昼と夜を、明るさと暗さを分かちます。それは光と似ていますが、表面としてではなく線としてです。成長線と落下線は地表面と一点を共有しながら、直角に立っています。地平線もまた地表面と一つの点を共有しています。この点が理想化された地表面に、あるいは海表面に横たわっていると、地平線はまだ生まれていません。しかし、この点が、この足の交点の上に、と垂直に持ち上げられますと地平線が発生し、その点は地平線の中心点になります。地平線は生まれたり消滅したりすることができます。地平線をその全体において知覚するためには、この中心点の一つの運動が、それ自身の周りの回転が必要になります。それは非空間的な運動、空間の中に始まりも終わりも持たない運動です。それは非熱エレメントの運動、内包的な運動です。地平線を通して時間が現象の中に入り込んでくるというのは、その運動に属しています。太陽は地平線の上に昇り、姿を現し輝き、そして現存します。それから再び地平線の下に消えるのです。出現、現存、消滅が感覚界に姿を現します。地平線なしには時間はありません。地平線は熱の本性につながりを持っています。四分割された地平線はエレメントの源泉として姿を現します。地平線は地球の一つの事実です。それはすべてを包括する周囲です。それは常に中心点を包括しています。中心点なしには地平線は姿を現すことができません。しかし地平線は無限円平面までへの天の丸天井までへの支配力を持っています。それは天の一部分を見えるようにし、その他の部分を隠します。朝というに地平線の薄明かりの色彩が、姿を現し、そして鳥たちの歌声を鳴り響きます。まさにエレメントがエーテル主力と物質主力の間の中心であるように、それらすべての中で地平線の本性と中心の力が現れます。これでもう終わると思います。来週またこの続きしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。大丈夫。オッケー。